ごめんなさい、僕はちょっと占いやっててあれなんですけど、はい、リピーターで来る人って、はい、ガナリさんと僕一緒でこういうことしてみなって言うんですけど、はい、来る人って意外にそれができてないから来るような気がするんですよね、うん、あのね、僕のとこ来る連中ね、ちょっと変わってましてね、根が強いんですよ。あの根の弱い人が多分占い師に行くんじゃないかと思うんだけど、あ、もう一押し欲しい、こっちに行くべきだと思ってんだけど行く勇気がない、誰が押してくれるだろうか、ガナレを押すんじゃないかっていう、一般的に言うと右に行けっていうのが常識なんだけど、左に行きたいと思ってる、これを言った時にガナリはいいんじゃないか左って言ってくれるんじゃないかみたいな、で押されてよし行こうっていうような子たちが来てるかなと思うんで、あの結論から言うととっても羨ましいなと思います。そうですか、ね、多分思い通りに行かない時だって絶対あるじゃないですか。思い通りに行かないから面白いじゃないですか。ですけど要は我慢合戦、我慢合戦ですよね。そう、自分がこんだけ我慢できたっていう、できるかっていうところですよね。おお、そうきたか。なんていうんですかね、自分の力量を試されてるっていう考え方、もうこれ以上は我慢しねえぞと思ってんだけど、来た、もうよし今回はやってやるじゃないか、できただろうっていう、それをやってると自分に自信がついていくんですよ。これ他人の評価なんて関係ないんです。昨日は YouTube じゃなかったんですごい楽なんですが、こうカメラ回ってると嫌なんですよね。なんですよ、早く YouTube やめてね、 YouTube やんなくても相談来てくれるように早くしたいなっていう。そうなるとでもなんかもう完全有料みたいなイメージなんですか。僕はあの1時間1万円で、あの実質は1時間半から2時間やってるんですけども、はい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 、で喫茶店みたいなところで人生相談乗るっていうのをやりたいと思ったんだけど、いや、やっても客来ねえよなっていう部分で YouTube に乗けるっていいんじゃないかって話になって、じゃあ今これはまだこう宣伝の状況ってことですか。これが目的じゃないんです。あのいつでも来てもらって、でその度にね、あのアドバイスしていくみたいな、と多分月に1回来る2回来るみたいなやつがだんだん常連ができてきて、やっぱり連続して教えていかないと変えられないよね、人の人生って、ね、はい、っていう。そうですよね、はい、でも逆にあれじゃないんですか、なんかこうスパンが短いと困りません、こう受ける側って。こんなことしなって必ず僕提案するんで、じゃあしてみたら今度こういうこと起きた、そうだよな、うまくいかないよねと。でも、はい、ごめんなさい、僕はちょっと占いやっててあれなんですけど、はい、リピーターで来る人って、はい、ガナリさんと僕一緒でこういうことしてみなって言うんですけど、はい、来る人って意外にそれができてないから来るような気がするんですよね、うん、あのね、僕のとこ来る連中ね、ちょっと変わってましてね、根が強いんですよ。あの根の弱い人が多分占い師に行くんじゃないかと思うんだけど、あ、もう一押し欲しい、こっちに行くべきだと思ってんだけど行く勇気がない、誰が押してくれるだろうか、ガナリは押すんじゃないかっていう、一般的に言うと右に行けっていうのが常識なんだけど、左に行きたいと思ってる、これを言った時にガナリはいいんじゃないか左って言ってくれるんじゃないかみたいな、で押されてよし行こうっていうような子たちが来てるかなと思うん で、 お、実は答え持ってる子たちっていうんですかね、それに対して占いに来る方々っていうのは全くニュートラルの段階でいろんなこと言われる、どうですかね、そこがもうな、いや希望的な部分では いいですよって言われたいっていうのはあるんだろうけど、まあ、もちろんもちろんその答えは言われるように、はい、例えば不倫とかその不定をされてて、はい、で、はい、私は別れれないんですけどどうしたらいいですかって言うけど、はい、それは付き合いたいんだよねっていうふうにも取れますよね、はいはい、ここで多分こうネットのレビューなんかでも見てると、はい、こうモラル的にいやそんなことやってたら旦那さんにあんた見つかった時どうすんのみたいなことを言っちゃうと、はい、やっぱしレビューは僕は悪く書かれるような気がするんですよね、はい、簡単に、はい、もう否定でこう終わっちゃうわけですから、はい、だからよくこう僕らもこうセミナーとか本今占いの読んでるとやっぱしこう、はい、そこにどこまで寄り添えれるかみたいなところなのかな、はいはい、でもガナリさんとは違いますよね。プロとして商売であるならそうあるべき、客の望む答えを言うべき、僕の場合にはこれを商売する気全くないもんで、なんで客に迎合する気ないよっていうのを売りにしていきたいなと思ってまして、そうするとあなたにとって都合の悪いことを言うかもしれないよと、
でそれでもいいんだったら来てちょうだいねっていうと多分真の強い子が集まり始めるんじゃないのかなって思ってるんですが、まさに僕ですよね。で僕占いの方ってある意味僕はあの占い人口を半分人生相談に変えたいっていうのが、でもあのこれも話の故障ってあれなんですけど、はい、僕んとこ来るのって結局、はい、例えば手相とかタロットっていろんな戦術ってあるんですけど、はい、お客さんが最後に言う言葉って、はい、なんかここって人生相談っぽいよねっていうのはよくなんか言われることありますかね。そこがあった方がお客さん喜ぶわけですかと思いますね。むしろだから例えば、来年の、3月に彼氏ができますよっていうよりも、はい、じゃあそのためにどうしたらいいかっていうことをこう伝えていかないと、はい、多分3月までこう家にぼーっとしてたらなんかいきなし男の人がピンポンってこう訪ねに来てできるわけはないよねっていうところからこう教えていかないと、はいはい、なかなかちょっと難しいかもしれないですね。そのベースにあるのが占いっていうものがあるか僕みたいに自分の人生経験があるかっていうだけの違いであって、やはり答えとして独自の答えを導き出して言ってくれた方がお客さん喜ぶっていうことなんですね。僕は結構ね占いにはお金使ってたんですよ。え、そうなんですか。経営者になって自分の運気を知っとかないとみんなに迷惑かけちゃうっていう部分で、ですごく運気ってあるんだなってことを感じられるようになりまして、何をやってもうまくいかないとき、何やってもうまくいくとき、そういうのが四柱推命とかそういうので、あなたは今は最高の運気に来てるっていう、あ、何でもできますよって言ったら本当に何でもできちゃったみたいな。それって今のこの状態ででもどうなんですか。なんか言っといてよかったなって思ってます。一番だったら悪いときに何も進めるなっていうときに農業の方の会社始めたんですが、フライングしようと思いまして、一番悪い時耐えていれば途中で良くなるじゃないかみたいな、耐えてれば耐えてれば耐えてればってまま終わってしまって、あ、今始めちゃいけないっていうのはその時期に始めるといくらもまいてもダメだって意味で、やめ、今は動くなって意味だったんだなっていうふうに、もうその時点でポジティブですよね。あの確認したっていう、あの、当たるなっていう部分で、で今後の自分の運勢っていうか運気ですね、上がるのか下がるのか、そういうのを聞いてどう攻めるのか守るのかみたいな参考にしようかなと思いまして、経営って結局うまくいくとですね、運が良かったんだってことに気がつくんですよ。途中までは努力なんですよ、自分の努力したからと思ってるんですが、結果が出てから振り返ると、でもあの努力をしたからって決してそううまくいくとは限らない、そんなものよりももっと大きな見えない力が働いてたなと。あ、その力っていうものを理解できるようになって、その力を利用しながらどう進むかってことを考えた方がより成功しやすいなっていうふうに思うようになりまして。それってでもこれもちょっと申し訳ないんですけど、はい、なんかガナリさんらしいのは分かるんですけど、なんかそれってもう大きな事業ありきの話じゃないんですか。なんか個人事業主とかだったらなんかこう地道にコツコツこう、僕の中ではなんとなくですけど、こう何があってもこう続けるみたいな感じで、あんまし運気とかって実は僕の中ではそんなになんか自分でやっといて言うのもなんなんですけど、まあ、そういう長距離型の事業っていうのもたくさんあるんですが、うん、その例えばなしデマンドで言うと10年で100億にするっていうのはもう勢いが追い風が増えてなかったら絶対できないですよ。でその時に守り入る、例えば10億になった20億になった生活がすごい良くなるんですよ。でそこでじゃあさらに儲けたからって何かしたいかっていうと実はいらないんですよ。もう十分なお金が入ってきてるんですよ。その時にでもこんな風が吹いてることは二度とない、今まで吹いてこなかったこの逆風の時の経験してるもんで、思いっきり倒れるかもしれないけど走ってみるかって走ったらギリギリ倒れずにこのヨラヨラしながらドワーッと100億まで走れちゃったっていう部分なんですが、あれは運気の部分で、その自分の能力がどんだけあるのかっていうのを確認するための人生だと思ってるんですよ。生まれてきて俺ってどんな人間なのっていうのを確認したいから精一杯やってみたら、あ、このぐらいだったんだなと。で僕で言うと100億の男、1000億の男じゃないっていう、1兆円の男でもないしっていう確認ができたっていうと、じゃあなんで100億なのっていうと、あ、全部自分でやりたがる、人に任せない、自分よりも優秀な人間を頭下げて3個の例で迎えるみたいなことをしたくないと、ワンマンな会社で言うとやっぱ100億なんだろうなと。それよりも優秀な人間を集めてその人たちが働きやすい環境を作ってっていう人がいると1000億とか上がっていくんだろうけども、
みたいな部分で、ああ自分っていうのが大体見えたなと。なんで今僕は見えたんで、僕自体のもう成長はもう諦めまして、今俺は大変になるんだと、この経験を若い子たちに何か与えてあげたいなと、で育てる堆肥になって死んでいきたいなっていう部分でこんなことをやり始めたんですが、ありがとうございます。もしかしたらばなんかもう一回突風が吹いたらって言いながらやる気になったら面白いなとは思ってるんですが、そんなのも俺がなんとかじゃなくて環境なんだよな、人間なんて所詮はっていう。まさにそこなんですけど、はい、だからその環境で言うと僕はだから今回、まあ、母親のことなんで、占い的な事業としては十分に成功されて、経済的には十分ではないです。でも経済的に自分が食べていくには全然問題ないです、はいはい、でそれよりもやっぱし、はい、その今回、まあ、ここにお話しさせに来てもらったのは、はい、やっぱ結局占い師も人間なんですよ、はいはい、僕は、はい、でなんだそんなことかってみんなから言われるのかもしれないんですけど、僕もアラフィフになってやっぱし今回その結構元気にいる親なんですけど、はい、この母親の方なんですけど、はい、急にこう去年の2月くらいですかね、はい、あのちょっと体調が思わしくないというか鬱っぽいっていうことを、はい、で長男僕で、下の子たちはみんな外に行ってるもんで僕にしかまあ頼ってくることもなかったんですけど、はい、で僕も母親にはその結構大事にしてもらったって自分も認識があってちょっとマザコンっぽいところもあるんですけど、はい、で、あ、分かったってでどうしたいってお袋に聞いたら、はい、お父さんと、まあ、別れたいっていうよりもなんかこうちょっと一緒の空気吸いたくないみたいなことを言い出しちゃったんですね。そのうつの原因というか、はい、その病気の原因はどうもその父親がこう、はいはい、原因だったらしくて、かといって父親も別に DV するとかそういうのではないんですけど、はい、なんかただ普通にこうテレビボーッと見ててなんかご飯なるとこうあのリビングとか来てボーッて座ってるのがもう母親には耐えれなかったんですよ、ね、よくある熟年離婚みたいな。仕事行かなくなったらずっと家にいられるんで、まさにうざったくしょうがないっていう。そうなんですね。でも実はその時もやっぱし僕はマザコンですし、どっちかといえば父親僕とか母親にすごくこうワンマンで当たってたもんで、はい、そこですごく僕がこう助けなきゃみたいな感じで、はい、頭ごなしに父親をこう、はい、叱り倒して、はい、でお袋どうしたいって言ったら、はい、その離れたいっていうもんですから僕が結果として施設に入れちゃったんです。お父さんおいくつですか？74歳です。まだ若いですね。若いといえば若いです。まだあの頭もしっかりされてるんですよね、うん、まあ、脳梗塞1回ちょっとしてて、はい、ちょっとまあそのまあ施設入ってからなんですけど、ちょっとやっぱし、まあ、物忘れ的なものであって、はい、完全別にその徘徊するとかそんなレベルではないと思うんですよね、はいはいはい、でまあまあそこでまあ離れるという生活をしていけば、まあ、母親はすごくこうみるみるこう良くなってったと思うんですよ、はい、まだそんな去年の2月ですから1年も経ってないんですけど、はいはい、である日、はい、半年ぐらい経って、ああよかったねよかったねって言ってて、はい、まあ親父もどっちかって僕は好きではなかったし、施設入れた手前、まあ親父も見に行ってはいたんですけど、はい、うん、よかったんですけど、ある時僕が実家帰ったらお袋が勝手に親父戻してるんですよ、はい、で、はい、これ何っていう。よかったじゃないですか。いや、なんですけど、お父さんとお母さんが仲良くなったわけだよね。いやいやいや、なんですけど、はい、だって、ガラス切って、はい、一応、ま、こういう言い方するとダメかもしれないですけど、こう病気のもとは一応、はい、父親なわけじゃないですか、はいね、はい、でそれをまた戻しちゃったらっていうのが、はい、例えば、ああいうのって、なんとなくメンタル的なものって、はい、僕のこうイメージなんですけど、はい、こう腫瘍とか傷だったら、取ったりしたら良くなったねっていうけど、はいはい、それで良くなるこう基準ってまあ分かんないですし、うん、再発だってもしかしたらある可能性だってありますよね、はい、だから別に僕は戻すなとも言わないんですけど、はい、えらく短くねえかっていう、はい、そこと、もう一つはその施設を結構探して、はい、こう僕がこう変なエゴというか自負なんですけど、はい、俺あんだけあんたにやったのになんで鹿として親父連れてくんのっていう、なんかそこがなんか自分ではなんかすごい裏切られた感みたいなのが
あるんですよ、はい、なんか勝手なんですけどね、はいはい、一言言ってくれたら相当苦労されたのにっていう、そう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 なんですよ、パーなんですよ、しかももしかしたら言われるように、はい、本人はもう絶対治ったって言うけど、はい、なんかそれがすごく痛々しくも聞こえちゃうんですよ ね、はい、ね、それまあ治ってもらうとか、はい、よくはなってってるとは思うんですけど、はい、じゃあ今度お袋がごめんやっぱ無理だわってなった時って、はいはい、もちろん僕が動くのかもしれないですけど、はい、またこれって親父を出すことも僕もなんかあれやなんかかわいそうな気にもなってくるし、はい、でなんかこのおふくろとなんかこうどう接していいかというか、はい、今ほんでもうちょっと口も利かないとかも完全鎖国状態みたいになっちゃって、もうそんなに勝手にするんだったら自分でしなさいよみたいな感じで、はいはい、もう会うとなんかもう正月も帰ってなかったんですけど、はい、でなんかこれってなんかどういうなんかマニュアルではないんですけど、はい、僕ら世代では多分同じようなことっていくらでもあると思うんですよね、はいはい、で僕は今回その、まあ、たまたま親父を戻したのも、まあ、2、3日だけでまた施設には戻すらしいんですけど、はい、3日前ぐらいにいよいよお袋が僕のとこ来て、はいはい、あのお金かかるからその施設も解約しようって言い出すんですよ、はいはい、僕としたら、はい、あと半年なら1年は延ばしたいんですよ、はい、正直その あのお金の問題じゃなくて、もしお袋が悪くなったらまた戻せれるっていう保険という意味でも、でもお袋はなんかいや私治ったしもうそんな余分なお金使わなくていいからっていう感じで、もうこういう感じで今の冷戦というかどうするべきなんですかねっていう、あの結論から言うととっても羨ましいなと思いますそうですか、ね、俺は親父が50で死んで、はい、おふくろが64で死んで、はい、あのソフトオンデマンド作る2年1年前に死んで母親が死んでしまったんですが、あの最後の一言が、お兄ちゃんお姉ちゃんにはお前に貸したお金のことは言ってないから大丈夫だよっつってっていうのを言って翌日死んじゃったんですけども、あのまだ全然ピンピンしてたんですが、多分あれ医療事故なんですよ。ただ文句言ってもしょうがないんで、死んじゃったものはっていうんで別に解剖しますかと言われたんですがしなかったんですが、あの母親も子供に迷惑かけてまで行きたくないっていうのがずっと言ってた部分なんで、あの多分本人の希望でもあったんだろうなっていう部分であの死なれたんですが、でその翌年からデマンド始めて急に僕は経済が良くなるんですよでずっと家を建てたい家を建てたいって言ってたもんで、もうあと3年待ってくれればどんな豪邸でもさせてやったのにっていう、要はもう恩返しする人がいないんですよ。で今あるのって親以外のもうないんですよ。あの親側が育ててくれたからこうやって基本になってる、頑張れた根性もある何かあの愛されたっていう自信があのいろんな形でいい形になっているっていう根底の一番恩返したい人間がいないというのがとっても悔しくて、ずっと続いてるんですよ。いやあと何年なのか知らないけど5回入れて出して入れて出してやったよとそのために帰って、だからいやそれそうですよ、僕もそれはしたいんですけど、はい、あのまあもちろんそうやって自由業というか自営業ですから、はい、そのままなるんですけど、でも多分思い通りにいかない時だって絶対あるじゃないですか。思い通りにいかないから面白いじゃないですか。ですけど、だったらそのガネさんのその理論からいくと、もうお袋の言うようにしてもこっちで立ち向かうみたいな。要は我慢合戦。我慢合戦ですよね。そう、自分がこんだけ我慢できたっていう。いかにアフターフォローできるかっていうところですよね。おお、そうきたか。よし、耐えてやろうじゃないか。おお、今から行って入れてやるわ。おお、出してくるわっていうゲームにしてしまう。で僕ね、伊藤のいろんな無理難題した時に。もう超ムカつくんだけど、途中からゲームにしようと思ったんですよ。それがでも僕ね、ガナリさんその話って今までよく聞くんですよ、はい、すごく、はいはい、でもそのゲームにするっていうのは多分なんか仕事とかであって、こう親っていうのが僕今初めて聞いたような気がするかな。そうでもないんですか、ね、要は親であろうが何しようが自分にとって理不尽なことを与えられるとかそういうものがあった時に、冗談じゃねえってしゃぶ台返したらいつでもできる。じゃあどこまで耐えられるかやってやろうじゃないかと。耐えたら俺の勝ちだからなと。よし耐えてやると、今度総選で来るかいと。よし耐えられたなとかっていう、これってあのロールプレイングとかドラクエなんかと同じで、やっとこいつやっつけたと思ったら次の面行ったらまた強いのが来やがるっていう、でそれを倒していくうちに自分が強くなっていくっていう部分で、ゲームだと思うとみんななんでやってるのに、なんで実社会になるとこんなドラゴンが出てきたんじゃ勝てこないじゃないですかって、お前ゲームやめちゃうんだと。
例えばね、じゃあそれもそうなんですけど、はい、その今ゲームの耐え方とか、まあまあクリアの仕方ですけど、はい、クリアの仕方ってさっき言ったように、じゃあおふくろの言うように親父も出しちゃうっていう、こうクリアというか、はい、まあ一つのステージのクリアと、はい、もう一つは、僕がそのままそこを借り続けるっていうゲームの方答えっていうのもありますよね。いや、それをすることによってゲームに勝ちやすくなるっていうのはあります。はいよ、明日入れてくるからと、うん、ただ無駄なお金を1年分払うんだけども、その経済的な余裕があるんだったらいつでも出し入れできるようにもう抑えといてあげると、いや解約したよって言っといてみたいな、その例えばね、伊藤は俺たちが正論言うと楽しくないんですよ。なんだろう放送作家が言うのは、あ、それ面白いなって言うんですが、部下である俺たちが演出において伊藤よりも面白いこと言ったらいけないんです。わざと隙のある企画を出して、これいいんだけどここが抜けてるなと、ここ直せば、あ、それは気がつきませんでしたっていうようにわざと抜かしておくんです。で、伊藤に文句言われて直してもらって、ほらやりたかったってできたじゃないかっていう、そういうゲームやってたんですよ。あと明日 の伊藤さんの朝会うんだけど、今日の夜中にこれ準備しとかないと間に合わない、下の AD から高橋さんどっちにしたらいいんですかって言われる、あ、分かった、じゃあ右にしようっていう、いいんですねと、もう変えられませんよと、翌日伊藤さんに報告するときに、あれ左用しようと思ってますと、うん、絶対こうこうこうだからこうなんです、あ、なるほどな、なんだけどここは右のがいい、そうでしたかっつって、すぐに右用意しますっつって AD にほら右になったからっていうような、理不尽なら理不尽なことだったら俺がそれに合わせて稽古と対策が十分に分かってるんで、その準備して結果までがワンセットってことなんですね。はい、はい、そうですね、多分うちのおふくろと比べてもテリーさんの方が多分きっといいでしょうしね全盛期の時の伊藤ですが、そういうものが仕事にも絶対来ますよね。そのお母さんをどう喜ばせられるのかっていうのを徹底的に我慢していくと、客だって嫌な客いっぱいいるじゃないですか。めっちゃいます、ね、全然平気ですと、はいはい、わかりました、合わせますよみたいな、そのなんていうんですかね、自分の力量を試されてるっていう考え方、もうこれ以上は我慢しねえぞと思ってるんだけど、来た、もうよし今回やってやるじゃないか、できただろうっていう、でそれをやってると自分に自信がついていくんですよ。他人の評価なんて関係ないんです、うんうんうん、あ、俺ってまだまだできるわ、もっとできるわ、限界ねえわっていう、で言うと5回ぐらいやるとかなり自信がつくんじゃないのかなと。まだ1回目ですからねで亡くなった時に俺は全てのことしてあげた、うん、その時は苦労は全部消化しますよ、楽しい思い出に。俺はチャンス奪われた俺からするといいなあ、難しいゲームできそうでっていう。だってそのぐらい親って感謝の対象じゃないですか。そうですよね、そういうよくしてあげようと思えない親のもとで育った子たちは本当かわいそうですけど、うん、思える親を持てたっていう、すごい贅沢な財産だよなっていう。そうだと思います。本当にね、死んでからね、仏壇作ろうか何しようか何もできないんですよ。そうですよ、はい、多分今のお顔を見てると分かってたんで、そっち行けっていう喜んでそれやれって言われたくていらっしゃったのを、ちゃんと俺がその役できたのかなって今感じてます。いい締め方ですね素晴らしいそう言っていただけるとありがたいです、うん、なんかでそう言われるように、やっぱし、まあ、謝るどうこうじゃないんですけど、そういうきっかけはやっぱしいるんですよ。今こう冷戦状態からこう戻すっていうのも、僕分かんないんですが、親子はそれがいらないっていうふうに僕は思ってます。まあそれも今日、まあ、改めてですよね、はい、謝るとかじゃなくていきなり言ってね、じゃあ何とかだからって言って、多分でおふくろもじゃあご飯食べなって言って、はい、多分出してくるの、はい、まあそれが親子ですもんね、はいはい、うん、そうですね。東京バナナ土産で買ってみますわ、じゃあ東京の偉い占い師のとこに行ってお前は今とても楽しい環境なんだって言われたっつって、ね、別に YouTube も見てもらってもいいですし
で東京のお土産として黄色いものをお土産に持って帰ると運気が上がるぞって言われたとか。東京バナナちょうどいいじゃないですか。そうなんですよね、東京バナナ好きですね、うちの母親は。いや本当にね、客観的に見ると羨ましいななんですよね、うん、そういう親子関係が未だに築けてるっていう。なんかね、そのまあもう本当揚げ足ばっか僕も取っちゃうようになっちゃうんですけど、それが例えばなんだろうな、だから親父をその言う何度も言うようにその施設から出すとかっていうのでも、お前は何だってあれかって、あそこのその施設長となんかできてんのかみたいなこと言われて、でなんか要はそこに入れといた方がお前になんかキャッシュバックが来るのかみたいな、その裏でね、だからそんなこと私は許さないみたいな感じで言われると、なんか余計俺が思ってた、何度も言いますけど、こうイメージの母親からどん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 離れていって、余計こう嫌悪感も増していくというか。僕はよく経験がないから分かんないんですが、なんか子供になっていくっていうじゃないですか。そうですよね、はい、だから要は母親だと思うから腹立つんであって、母親という自分の子供だと思うと、それ思えないですよ、そんな器用な。あのね、俺は今高校2年の娘にすごい邪険にずっとされてるんですが、はい、反抗期なんだって当たり前よみたいな、うん、なんて娘の反抗期が可愛いんだろうっていう。だってそれが一生続くと思ったら腹立ちますよ。あ、成長の過程でこういう時が来る、そこで母親じゃなくて父親に娘は向かうらしい、でまた父親は家でボケボケしてる、あのそのお父さんと同じように、あの必要以上に家にいる時間がいるから接点が多いとうざったく感じる、でも無視されてんじゃなくて食ってかかってくれる、ああこの絡み合い理想の親子だなと、この反抗期のっていう。多分僕だったらやっぱり黙っちゃうし、そこでもうああダメなんだなって思っちゃうから一緒なんでしょうね、多分母親に対してもね。俺はでも気にしないよ、ね、いつか反省する日あるだろうけど、パパ今楽しいからねっつって邪険されば、そのとこって寄ってくるんですよね。でもそれかなりさんが思ってるんだ、はいはい、僕は思って、僕はそれで楽しんでければ誰にも迷惑かかんないもんっていう。もううちの娘俺が大好きだから、あんなもう特に俺に対してクッとかかってくれるわみたいな。なんか今やっててそうですね、なんか本当ベタですけど、うん、やっぱし近づかなきゃダメだし、このままでもダメなんですよね、自分でも分かってますし。というかこれ占い師としては最高のいい値段になりますよね、うん、俺みたいにできなかったからするべきだっていうよりも、辛かったけどやったらこんなに事実感があったんだっていう、そこまで経験した方がいろんなアドバイスをするときに、これからもそういう占いの相談って相当来るでしょうから、それやっぱり自分が経験したことってすっごい価値ありますんで、美味しいですね。お母さんさすがに最後にまたこんないいネタを残してってくれたわっていう。すいません、ありがとうございます。名前言って申し訳ないですが、なんか美味しくいただきます、それこそ本当に母親。ありがとうございます。もうちゃんと分かってらっしゃるからつまんなかったわ。